土地元議員。そういうことですわ。誰かこれ触ってるんちゃいますか。私は漏水の問題を知りたくて公開請求したんですね。ただ期間はもう全部です。全部って言ってます。限定してないですからね。全部って言ったら全部出すのが当たり前ですけどね。なぜか漏水に関するものだけがないで、私じゃない、誰か知らない人がこの公開請求した、この人はもしかしたら水道の分水問題が知りたかったのかもしれないですね。知らないですよ。だからそこが取られたんじゃないですか。これ調査すべきだと思いますけど、市長いかがですか。泉市長。はい、はい、辻元議員からの改めての質問でございます。非常に、まあ、重大な問題であることは12月議会で議員の方からご指摘いただき、私もその通りこの問題は臭いもの蓋ではなく徹底的な調査が必要であるという認識に立ち、本年1月4日付で特別調査チームを立ち上げ、今まさに調査中でございます。私自身も直接斎場の職員から直接人をのけまして、マンツーマンで話も聞いております。まあ、現場の職員からも協議員ご指摘のような内容ですね、かなり厳しいご意見も直接私も聞いております。この問題につきましてはもうまさに海を出し切るつもりでですね、徹底調査を必要があると思っております。今ご指摘いただいた件もまさに今初めて聞く話でありますが、この件も含めましてしっかりと徹底的に調査し、しっかりと市民の納得のできる調査をし、市民が納得できるような処分をしたいと考えております。